検察官ってなんかだから結構みんな誤解してるんだけれども、起訴独占主義って言って、まあ、要は検察官が一部の例外を除いて起訴するしないを決めてるんですよ。ということは起訴されなかったら犯罪にならないんで、実質的にその罪に問われない、罪を課されないので、無罪と変わらないわけですよ。実質的に起訴になったら検察官が起訴するって決めたらもう起訴されちゃうんです。でもう強制的に裁判に向かわされてしまうので、そういったところで検察官が実は罪を実質的に決めてる部分があって、それが準司法機能と言われてるんですけども、そもそもその司法機能を持ってること自体があんまり僕は良いことではない、つまり三権分立を脅かしている一つの原因なわけです。でさらに言うと、日本の検察官というのは捜査ができるんですね。で捜査ができるというのはどういうことかというと、事件を作れるんです。つまりこの案件を事件化しようと。しかも独任官庁って言って、要は政治家の不正を暴かなきゃいけないので、非常に独立性の高い行政組織になっていて、個々人の検察官は一人で捜査して一人で起訴ができる、ルール上は。でしかも総理大臣の不正すら暴かなきゃいけないので、総理大臣に直接指揮がされないんです。他の行政官と違って何が違うかというと、検察官一人一人に直接首相が命令することってできないんです。首相は法務大臣を通じて検察、検事総長、検察のトップである検事総長に指揮はできるんだけれども、それ以上の個別具体的なここをこうしろということを一人一人の検察官に命令することができないんです。実質的に検事総長だったり検事長だったり、そういう、こう高官ですよね、の任命権というのは内閣が有している。つまり内閣総理大臣が指名できるわけですけれども、任命できるわけですけれども、でそれを天皇が認証するんですけど、なんだけれども忖度というか、あまりその内閣が口を出しすぎると自分たちの不正を追及されるのを恐れて、そういうことしてんじゃねえかみたいに言われるのが嫌でやってなかったし、でこれって実はむしろ検察の権力がその増大してるんですよ。むしろもうアンタッチャブルな存在になって強くなりすぎてるんです。でこれは思ってるのは、やはりその視聴率、事件というのは視聴率が取れるんで、僕もライブター事件で散々マスコミにやられましたけど、マスコミの報道部とか社会部と検察っていうのは利害が一致してるんです。だからむしろ三権分立だったり民主主義ってことを考えたら、民主主義によって、つまり民の意思によって選ばれてない検察官が一番力を持ってる現状というのの方が怖いわけです。アンタッチャブルで独立性が高すぎて、しかも民主主義で選ばれてないって状況というのは、国民の厳しい監視に実は検察官ってさらされてないんですよ。でそれをしかもマスコミが保護しちゃってるから、マスコミの報道部が自分たちの利害一致するもんだから保護しちゃってるんで、僕はその状態がすごく危険だと思う。でそれをしかも、僕はまたキムタクのドラマの見過ぎだなんて言いますけど、キムタクが周辺のヒーローっていう検察礼賛ドラマがあるわけですけど、それによってよりそういう幻想がその国民の間にある。だから今検察の人事に内閣が関与するのは良くないみたいな話になってるけど、いやそれだって安倍首相はね、嫌いな人たくさんいるかもしれないけど、一応民主主義っていうルールのもとに選ばれた国民のリーダーなわけです。でそれを否定したいんだったら選挙で否定すればいいわけです。だけど民主主義ってのは多数決ですよね。多数の人たちが安倍首相を支持してる、あるいは自民党を支持してるから今のような政権になってるわけであって、実際民主党政権だった時代もあったわけじゃないですか。だからそれは選挙で公明正大に民主主義で決めるべきだし、一行政官である検察官というのは内閣の意向にある程度は従うべきでしょう。検察の政治力ってすごいんですよ、昔から。検察だけは GHQ の司法制度改革から逃れましたからね。これも GHQ の人たちの賄賂、不正を暴いて、それでもう要は事実上の司法取引みたいなことをして検察の権限を維持したんです。だから検察って唯一捜査と起訴ができるんで、ほぼ検察が自由自在に起訴できて捜査もできるから、自分たちで作ったネタで自分たちが起訴できたら絶対起訴できるじゃないですか。だからそういうすごいパワーを持ってるんだけど、そのパワーは実は GHQ が解体しようとしたんだけど、彼らはもう特別高等警察とかのせいにして、いや実はあれ検察なんですけどね、あの治安維持法を使っていろんな悪どいことをやってたのは、実は黒幕は検察なんだけど、みんな特攻警察だと思ってるじゃないですか。で特攻警察はもう潰していいよって、俺たちは生き残るから。してもっと言うと、特捜検察と公安検察ってあるんですけど、公安検察っていうのを売春防止法っていうのができた、赤線地帯がなくなった法律があるんですけど、その売春不正事件っていうのがあって、そこで実は公安も潰すんです。読売新聞の記者に嘘ネタをかませてね、新聞はみんなリーク情報で動くからね。そう、それで司法取引制度っていうのができたわけです。これでも実は普通アメリカの司法制度、司法取引っていうのはボスと部下が、例えば企業犯罪だとそうじゃないですか、ボスがいて部下がいるわけじゃないですか。でボスも要は主犯格とされる人たちも司法取引できるんです。でも日本の司法取引制度って主犯格の人は司法取引できないんです。ああそうなんだ。罪を認める代わりに罪と減じてくださいと、執行猶予つけてくださいとか、起訴猶予にしてくださいとか、そういうのはできないんです。で要は部下は主犯格の人たちの悪事を言うことによって起訴されないとか、執行猶予つけるとか、だから僕はそれは絶対やばいって、俺衆議院の法務委員会に出席して証言してきましたからね。これはまずいと、ひどいと言ってたんだけど、もう自民党の中でも決まっちゃってるから全然動かせないんだけど、自民党の議員とかに聞いてももう検察怖くて動けないわけですよ。これまでは本当に裁判所は検察の言いなりでしたからね。検察はやっぱり強いですよ。オールマイティーですね。
日本の検察は過去の人類の大きな反省ですよ。たくさんの冤罪事件、特にその権力者にですね、恣意的に犯罪者にされた方々、本当に近い昔にですよ、例えば日本だったら治安維持法という法律があって、多くの思想犯罪者と言われる人たちが、投獄されました。皆さんはですね、多くは特別高等警察、いわゆる特高警察なんか思い浮かべられると思うんですけれども、これ実は指導していたの、あの指導というか主導していたのは検察なんですね。まあ、検察は戦後ですね、治安維持法を使って数々の無実の人たちをですね捕まえて、時には処刑したりしたんですけれども、これを全部特高警察のせいにして、闇に葬り去ったわけですけれども、まあ、彼らはのうのうとその後もですね、生き残っているという。